勝南が自身のインスタグラムを更新、去年に引き続き、この3人でご飯アメリカに行く前に行けてよかったと堀琴音、菅沼奈々と食事を楽しんだことを報告した。 仲良しサショット誰のポーズが完璧ですか勝みなみのインスタグラムより私たちが集まると話がつきませんみんなかぶせるようにしゃべります少々楽しすぎてマジで時間が足らなかったですありがとうございましたと楽しかった食事会を振り返ったそして時間が全然足りなかった残念さをポロポロと涙を流す顔文字で表現公開されたのはナナちゃんがなんかいい感じの写真を撮ってくれましたという一枚 3人は目を閉じて少しうつむきながらカメラに向かってピースをしている、ナナちゃんからポーズを教えてもらって真似して撮ったんですけど、なかなか難しくてすぐにはできず、10回くらい撮り直ししました、原文ママと、お気に入りの写真が撮れるまで、何度も撮影を繰り返したことも明かしたみんなで見て一番うまくいったと思った写真だけど、なんか違うかも、わらわら、と、かつはこの写真にもまだ完璧な納得はできていないようだ。 上下黒でまとめたファッションの三人が何度も同じポーズで自撮りを繰り返している姿は、通りかかった人からも楽しそうに見えたことだろう。この投稿に彫りは、これ私のせいで撮り直し10回はしたよね。www7 ちゃんとかっちゃんはエモさが完璧。バク、と楽しそうにコメント。かつは、いい感じですかわらなんだかんだやっぱり7ちゃんプロってますわら、と、自分のことよりも、 ポーズをつけた菅沼の完璧ぶりを称賛していた。この写真を見たファンは、仲良さそうな3人見てるだけで最高に楽しい、楽しかったオーラが出まくってます。3人の活躍とっても楽しみにしてます。とコメント。また勝のファンからは、南ちゃん顔真っ赤か愛い、アメリカでの活躍期待してるよ。この時間を糧にアメリカで頑張ってください。と、声援が送られていた。 地元のファンには撮影された場所がすぐに分かったようで、行けばよかった、と残念がる人もいた。大会を終えたカツはすぐに渡米、カリフォルニア州で21日に開幕する、ファーヒルズパクセリ選手権に参戦する。昨年から米国女子ツアーに挑戦しているが、昨シーズンは2試合で7位になったのが最高順位だった。日本で戦った2試合をいい気分転換として、今季こそ米国での初優勝